強制的に太ってしまうホテルがあるって聞いたんだけど、どんな怖いホテルなの？どうも、旅に生きるただのアラサー夫婦です。強制的に太っちゃうならその前にたくさん汗かけばよくない？ってことで、まずホテルの温泉に GO！ 露天風呂からの景色は最高だし、屋上には透明ドームのサウナもあるの。すっげすげ。夜は天然のプラネタリウムにもなって、こんなサウナ新しすぎるわ。でね、待ちに待ったレストラン天下に目の前で握ってくれるお寿司もあるし、アワビのバター焼きも食べ放題だし、マグロ、サーモン、ホタテ、エビのお刺身もあるし、チーズの食べ比べもできるし、最高。一周するのにリアルに20分くらいかかって、もはやビュッフェのテーマパークだわ。ねえ、痩せた方がいいんじゃない？やだよ、このお腹作るのにいくらかかったと思ってる？朝はいくらも食べ放題なんて、このホテルどんだけ太らせに来てるのよ。そんなここは北海道にある阿寒ゆくの里敦賀。次回は熊が無情にも溶けていく可愛すぎる温泉をやるから、また見てね。